皆さんこんにちは。ひげの隊長こと参議院議員の佐藤正久です。今日は核シェルターについてお話をします。今週衆院の予算委員会で岸田総理は核シェルターについて岡田委員の質問に対して、ここに実は議事録がありますけれども、こう述べました。現実的に対策を講じていく必要があるという問題意識を持っております。これは諸外国の調査を行うなどして、必要な機能や課題について検討を進めていくところであります。実際に概算要求として来年度、今7000万円の調査費、これを計上しています。日本は核シェルターについては極めて後進国、非加に上一番遅れている分野の一つと言ってもおかしくありません。ある NPO 法人の調査によると、日本の核シェルターの整備率はなんと 0.02%、 イスラエル、スイスはなんと 100% という調査も出ています。8月4日に中国は弾道ミサイルを与那国島の目と鼻の先の海域に着弾させました。でもあの弾道ミサイルは、皆さん、本来は地上目標を攻撃するミサイルです。つまり与那国、宮古島、石垣のような先島諸島を狙ってもおかしくないミサイル。でも島、離島というのは空港あるいは港が脆弱なために、島民の避難、そんな簡単ではありません。石垣島5万人の人口避難させる、簡単ではありません。であればある程度人間が残る前提で核シェルターを作っておく必要があります。10月4日には日本の上空を北朝鮮の弾道ミサイルが通過をし、 J アラートが鳴りました。当然やはり本土においても核シェルター、これは地下室あるいは地下街というものを利用してでも整備する必要があります。ただ単に部屋があればいいというものではなくて、換気、そして食料、水、毛布、そういうものを備蓄してセットとしてある程度の期間そこにいると、しかもできれば空気圧が外よりも高いと、弱圧機能を持つことが望ましい。もう贅沢は言っておりません。一つ一つ整備をする、これが大事だと思います。頑張ります。